例会もありますけれども、その時の皆さんご協力よろしくお願いいたします。まず、勝俣さんからです。妻の誕生日にありがとうございます。職業方針会に際してましては当社バスをご利用いただきありがとうございました。執行部一同です。酒井委員長本日はありがとうございます。またご参加の皆さんありがとうございます。鈴木智成さんからです。吹屋工事の画家の展示会をやっています。入り口にも見てくださいと言いました。石崎さんからです。皆さんお疲れ様でした。酒井職業委員長のお世話の委員長お世話になります。夜の宴会を楽しみにしていますと言っておりますと言っておりました。中村さんからです。ホタル楽しみにしています。次は大木さんと土木さんからです。あと菊池さん3人からです。お世話になりますので少々いただきました。次は野田さんからです。雨も降らずに良かったです。あとはホタルのお尻が光ってくれればということで、ホテルの結末から、はい、大島さんからです。本日は楽しませていただきますと言っておりました。つゆさんからです。お世話になりますということを言っておりました。次はこれさっき新聞って言わなかったっけ。新聞言ってさっき新聞か、うん、失礼いたしました。先に新聞の方も言うのが先なんですけど言うのを忘れました。すみません。本日のホタル楽しみにしていますということで親睦会一同でいただきました。酒井さんからです。一日お疲れ様でした。皆様いかがでしょうか。これからはゆっくりくつろいでくださいと言われました。白井さんからです。昔言うんじゃろうか。昔担当した工事現場跡を見ながら山北を一周 したようだ、一杯飲んで帰ろうということで、なんかタップしてすいません。持ったものと書いたものどっちが問題なんだちょっと難しく言ってた。いや、表向きは見えんだよ。ロータリーソングを歌いながら書いてあったさ最後まで私からニコニコ委員会にご協力ありがとうございました。あともう一周あります。よろしくお願いします。